今回は岩手県一関市にある岩手サファリパークを紹介します。行った当日時間ギリギリだったのでバタバタした撮影になってますがご了承ください。逆光の入り口、派手な鳥たち、着いてすぐに相方のトイレ待ち、人間興味持っていない動物たち、人間興味ない動物その1、興味ない動物その2、見たことある世界最大のネズミ、これは岩、いやいやいやこれはカメですっていうお決まりのあれ、ペンギンって可愛いよねって言ってよく見ると少し目がきつい、視線の先にはまた岩がありましたと思いきやパンケーキでした。扉を開けると線を感じたので左を向くと、あ、え、はい、人間興味ない動物園さんということで認定になりました。なかなか、お、こっちを見てくれました。でまた人間かって感じですよね。はい、いろんな展示物が中の方にはありましたよ。相方はめくれと言われたらめくりたくなる人なんですということでめくりました。ゾウに乗りたいと思ったのであればそれじゃあ乗ればいいじゃないですかということで乗りましょう。この椅子大丈夫なんでしょうか。少し不安ながらも乗ってみました。少し怖い、結構高かったんですよ。安全バーですね、軽く掴んでてください。はい、いってらっしゃい、ありがとうございました。いやすごい最近言葉が揃うことがよく増えてきました。ゾウの上に乗ったのは相方も私も初めてでした。ゾウ使いの方は左右の足でゾウをコントロールしているみたいなんです。このようにゾウに足をさせることによってゾウをコントロールするってすごい技ですよね。足の内側の皮膚だけがダメージを負ってそうだななんて思いながら見てしまいます。ゾウの上から見える景色はこんな感じです。おっと出ました、豚足です。間違えました、相方の手でした、失礼いたしました。意外と落ち着いている相方、そしてファンサービスに手を振りますと言っても誰もいないんですけどね誰もいないところに手を振っていました。そして眺めはとても最高です。奥の方、左上の方に写真を撮ってくださるスタッフの方がいます。ここで最高の写真を撮ってもらいます。ちゃんと撮影するポイントっていうのがありまして、そこで一回ゾウが止まってそのまま撮影します。そして一周して着きました。こんなに近くにゾウさんがいます、なかなか見られないですよね。ありがとうございました。降りて撮っていただいた写真を確認してみるとこんな写真が撮れました、素敵です。歩いていくと、お、これは恐竜ですね。お？と思いきやペンギン湖？ペンギン港？なぜでしょうかね。わからないです。さらに奥へ行くと、お！これもまた強そうな恐竜。さらに奥へと行くと、あ！お！かわいいですね。見てください。このうるうるした鹿さんたち、奈良公園ですかね。いえいえ、ここは岩手サファリパークです。学生の時やはり鹿っていったら奈良で見た記憶が多かったので、こういったサファリパークで鹿をたくさん見るっていうね、相方にも敵が到来したみたいです。餌を持っていたから鹿たち近づいてきただけでしたね。皆さんお腹減ってるんですよね、人間も動物も一緒です。
こんなに近くで鹿と戯れることができるなんてすごいですよね。近いです。見てください。可愛いですね。すごく撮影も楽しかったですよ。カメラは餌だと思いながらもね、いたずら的な子もいましたね。しかも人間と同じように光が眩しいのでしょうか。見てください、この奥の子、この顔ね、一緒ですね。さて次のところへと行ってみましょう。光が差して気持ちいい日でした。撮影もすごく楽しいです。おっと、こちらにはティラノサウルスがいました。こんなおっかないものを見たら、おっと、その時怖いもの知らず相方が近づいてきました。触れてはいませんが、なんか慣れた手つきでね、ティラノサウルスなでなでしてるように見せてきましたね。整備されてるとこもありました。そんな中、こちらにはロバがいました。天竺ネズミって皆さん知ってますか？私天竺ネズミって聞いたことなくて、気になって入ってみたらこういった形でいました。たくさんいますね。色も茶色、白、それから黒と混じっていますね。こちら、はい、かわいいということで、いいですね。鼻がクングンしてて、嗅覚結構いいらしいですね。ハムスターってみんなそんなのかな。お、下にでたくさんいます。次はクジャクです。クジャクは、お、いましたね。こんなにも大きいんですね。そして羽やっぱ綺麗ですよね、クジャクは。おっと、飛んで、かっこいいな。次はウサギです。ウサギといえば可愛らしいイメージがありますか。早速発見、黒ウサギちゃん、はい、かわいいということで、はい、見てください皆さん、この可愛らしい表情、いいですよね。さてさて、ここではどんなことが起きるのか。カメラを回すと、奥ではかゆいんですかね。カメラに気づいて、おっと、止まった。そして相方もね、餌をやりたいということで人参を購入しました。それでは早速餌を与えましょう。おっと、なかなか食べてくれない。え、あれ、どうして逃げてしまったんでしょうか。すると、はい、あなたは誰ですか。餌はそっちじゃないよ、こっちだよ。おっと、餌にいろんなところが集まってきました。でもまた来ましたね。なかなか食べませんね。なぜ君はここにあるのに食べないんだと思いながら。お、やっと食べました。でもね、やっぱみんなお腹減ってて食べたいみたい。キツツキみたいな頭の動かし方してますよね。面白い。おっと、隣にいました。君も食べるかい？おっと、邪魔されちゃった。君のせいか、今度は。ウサギの世界でも上下関係はありそうですよね。いきなり真似し始めた相方。今度は反対側から相方が何かをしています。いきなりね、こういうこと相方よくやってくるんですよ。面白いですよね。おっと、攻撃してなんか喜んでます。触れてはいないんですけど、なんかしますよね、こういうことね。これは相方の前世の方が捕食したものだそうですよ。っていう冗談です。だって子に食べ方がそっくりなんですよ。だから、そう見えたんですね。また相方が何かを企ら、あ、その手は、まさか、艦長。くだらないことをしてますね。近くにいた子供にカメラを渡したらこんな映像撮れました。大人になるとなかなか目線が高くてわかりませんが、子供からの目線ってこんな素敵な映像が撮れるんですね。今回はこちらに乗って園内を巡ります。
ここから先は私のナレーションなしでぜひお楽しみください。どうぞ。兵庫県の姫路セントラルパーク。
見たことないね。これ行ってみたいんだけど、この二ヶ所にしかいない動物、とっても数少ないからね。ここ50年100年の話だけどね、これ本当に絶滅しちゃって地球上から姿見れなくなると思います。はい、とっても貴重な動物ですよ。水牛ってこんなでかいんだ。はい、沖縄県の方にはね、これたくさんいるんですよ。なんでかっていうと、畑とか田んぼを耕すときにこの牛で未だに農作業してるの。H&K チャンネル。楽しかった、そう思える一日でした。天気も良く、こういった形で一日終わるなんて最高です。最後に記念撮影をしました。はい、ポーズ。最高でした。ぜひ皆さんも岩手サファリパークへ行って、可愛い動物さんたちと戯れてください。